糸三崎神社は、広島県三原市糸崎に鎮座する神社である。旧称は、糸崎八幡宮。旧建社、帯中津彦命、本田分けの命、沖永大病理命を祀る。鎮座地は、瀬戸内海に面し、長井の裏と呼ばれる風町の裏として、万葉集にも読まれている。境内の東側には、三木または、 三井と呼ばれる井戸があるが、社殿によれば、神宮皇后が長井の裏に船をつなぎ、この井戸の水を求めたことにちなんでその水を長井の水と称し、当地を長井の裏と称すと伝わる。長井の裏は、井戸崎ともいい、現地名の井戸崎の始めとされる。また、かつて、広島県に存在した軍である、三木軍も当神社の三井が発祥であるという。社殿によれば、 天平元年に、武前国宇佐八万宮より、王神天皇の三神を誕生したことに、はじめると言い,い、広島県内で最も古い神社とされる。古来長屋の数形を集め、かつては、一宮と並ぶ社格を持つ、別格神社として、大岸宮と称され、中世には、小早川氏や毛利氏、福島市等の地方有力者の庇護を受け、近世には、小早川氏が、 車両330国全に150巻を寄進している。元那8年に本殿が炎上、官営元年に広島藩藩主、浅野長明によって本殿が再建されたが、法暦2年に再び火災にかかり、同9年に現在の本殿が再建された。大正13年に建社に昇格した。現在でもこの地方で船を新造した場合、 まず、当神社のお祓いを受け、その後、大山積神社へ向かうのが習わしである。本殿は、桁行き三軒、張り間二軒の、拝殿は、桁行き張り間とも三軒の入りもや作り、平入り道番武器で、共に正面に、千鳥派フを飾り通し一軒軒、東派フの後輩をつける。新門は三軒一個、霧妻造本河原武器の四つ足門。三原城内の侍屋敷門を、 明治8年に移築したもので、三原城に関する数少ない遺構として貴重である。ことから昭和54年に三原市の文化財に指定された。本因坊周作市の非境内そびえる神木のオークスは、樹高30メートル、強皇間位13メートル、樹齢推定500年当時であり、昭和37年に三原市の天然記念物に指定された。 クスとしては、広島県で一番、中四国地方でも三番目の大きさを誇る。日没後にこのオークスを右回りに八度回り神社から出ようとすると、夜の海から、オラビ船と呼ばれる船が、神社のすぐ前の船着き場にたどり着き、夜の沖へと連れ去られてしまい、また、左回りに回ると宝船がやってくるという伝承がある。しかし現在では、 神社のすぐ前の船着き場は埋め立てられてしまっている。かつては夜涙木松と呼ばれる松の巨木があり、夜泣きする子にこの松の皮を煎じて飲ませると夜泣きが収まると言われていた。また、万病にも効くとされた。江戸時代には糸崎八万宮の夜涙木松として広く知られており、京の苦業や江戸の合唱等が競って求めた。この夜涙木松は、 髪型の古典落語の演目である夜泣き沈めにも登場する。また、境内には江戸時代の囲碁騎士で、規制に数えられる本因坊秀作の業績を称えた,た江戸時代の石碑がある。ありがとうございます。